何の用だ？うん。割り符は？割り符？割り符か。妙ななりをした野郎だな。お主が天主か。それがどうした。聞きたいことがある。こっちにはないね。出てきな。盗品だな。おい、聞こえねえのか。帰れって言ったんだぜ。てめえ。聞きたいことがある。なんでしょう。城の見取り図、警備の情報を知っている者はおらんか。知らないです。俺の同業で町外れで闇屋をやってる変わり種がいます。そいつは城から流れてきた品物を一手に扱ってます。ほう。食えんやつですが、そいつに聞けば何かわかるかもしれません。それだけか。邪魔したな。またつまらぬものを切ってしまった。竜殺し、火矢で。
コバイアの仕返しとも思えんが。石川五右衛門。何やつ。なぜ拙者につきまとう。いい腕をしているな。ルパンの居所を吐けば命だけは助けてやってもいいぞ。要はそれだけか。寂しくないように仲間も後を追わせてやる。先に行け五右衛門。少子
勝負は預けておく。命が惜しかったらこの剣から手を引くことだな。死んでいる。口封じか。あやつら。無駄足だったか。何者だ。私はテレーゼ、テレーゼファウスト。テレーゼファウスト、なぜ拙者を。あなたルパンの仲間なんでしょ。ルパンに会わせて。ルパンに、なぜ。それはルパンに会って直接話すわ。もうついてくるな。待って。話す気になったか。ルパンと取引したいの。ダメだな。いくらカエコちゃんの頼みでも聞けるもんと聞けないもんがある。なぜ。いいかい、お嬢ちゃん。テレーゼよ。貴族のお嬢ちゃんの探偵ごっことはわけが違うんだ。私だって真剣よ。他の泥棒に頼めよ。俺たちは今夜あの城に忍び込む準備で忙しいんだ。取引の次は脅迫かい、お嬢ちゃん。違うわ。私が命がけだってことを証明するの。ルパン。私は真剣よ。そうしてても弾は出ないぜ。スライドを引いて引き金を絞るんだ。
おい、教えてどうすんだ。はあ、脅かしやがって。この娘、本気で死ぬ気だったな。ああ。どうすんだ。取引に応じてやるさ。彼女の純情に免じてな。取引に応じてやるさ。彼女の純情に免じてな。ルパンを味方につけるなんて、あの子なかなかやるわね。面白くなってきたわ。ゴエモン、あれだ。あの塔が門塔だ。うん。あそこから展示室のある北翼館に抜けられるって話だ。あの小娘の情報が確かならな。疑うのか。女は疑ってかかるべきだ。それが子供でもな。ゴエモン、じゃああとは手はず通りな。うん。大聖堂で落ち合うのだな。そう。心得た。じゃ、行くぜ次元。おう。浮かねえ顔だな。いや、なんでもねえ。情報通りなら北翼館の1階に大聖堂に抜ける秘密の抜け穴があるはずだ。俺はそこから展示室を目指す。次元、そっちは手はず通りに頼むぜ。分かった。Yeah.